はい、お世話になります。小栗洋品店、小栗健一です。今日は前回に引き続きスカジャンで、今回はスカジャンのディテールとか見ていて気づいた点っていうのをちょっとお話しさせていただきたいなと思います。では早速いきたいと思います。まずこれ、前回の動画で見ていただいたスカジャンですね。青のボディに黄色の切り替え、どぎついですね。着るシーンを選びますね。胸に虎の刺繍ですよね。可愛いですよね。結構目が詰まってます。はい、ファスナーは TTS のバタフライがついてます。TTS っていうのは東京寺西商会の略で、50年代に YKK に合併しまして、だからこれがついてるのはそれ以前、まあある程度在庫があったっていうことなので、まあこれ自体は多分50年代ぐらいのスカジャンなんだと思うんですけれども、まあそれぐらいの目安になるそうです。でここのこれね、あの避けちゃってるんですよね。で実はこのスカジャンもほとんどデッドストックみたいなやつを買ったので、僕自体もそんなに着てないんですよ。まあ糸が弱いんでしょうね、そもそもの。ポケットはこんな感じ。黒布は黄色のトモ生地ですね。で後ろジャパンって書いて大きい虎がいますね。虎はまあ凛々しい顔してます。でこの毛並み部分に茶色というかまあ紫みたいな糸が入ってて、まあこの辺もちょっとね気を使って刺繍してるんだろうなっていうのがね伺えます。でリブなんですけれども、表と裏で色が違うんですよね。赤というか、なんだこれ、茶色かな、茶色と青のリブがまあリバーシブル用になってます。で実は前回の動画でずっと見ていただいたこっちの青の方、裏面なんですよね。でリバーシブルなんで表があるんですけれども、その表が、はい、こちら、このね、赤紫の方、実はこっちが表なんですよ。ちょっと表見ていきましょうね。まあこの赤紫のボディにグレーっぽい切り替えで、胸にはこの鷹の刺繍、目つきが鋭いです。でこの腕の切り替えの部分に黒い、なんだろう、パイピングが入ってます。はい、ポケットこんな感じ。袋布はトモ生地です。はい、で背中の方いきます。背中はこんな感じの刺繍が入ってます。大きくジャパンって入って、マイコハーンがいて、フジヤーマーがありますね。で日本地図です。で日本地図があって、でこの都市の名前が刺繍されてるんですけども、これは日本の主要都市名と、あと米軍基地の所在地が刺繍されています。これってよくよく考えたら賢いやり方で、気流で刺繍されて、それが全国の基地に出荷されていくわけじゃないですか。だから一つの刺繍型で、まあ、全国の都市をカバーできるっていう意味で、いろんな都市名が一つの地図の上に載っているんだと思います。ほんまか。でさっきから表とか裏って言ってるんですけども、それはどうやって判断するのっていう話なんですが、はい、これ見てもらいたいんですけども、これ袋布にサイズのハンコが押してるんですよ。表の左の袋にだけハンコが押されてます。でこれハンコを押すからにはもうこっちが表だろうっていう判断なんですけども、他にもいくつか理由があって、例えばこれですね、袖のとこのパイピング、これが裏には入ってないんですよね。あとね、もう一個あるんですよ。すごく大きな理由が。で、これ見てもらいたいんですけど、違うスカジャンです。今日着てるやつ。こっちが表。まあ表胸には鷹の刺繍が入ってて、このね、目がつぶらで可愛いんですよ。なんかもう、これほんと鷹かっていうね、目してる。可愛いんですよね。なんかスズメみたい。まあ TTS がついて、これとだからさっきのスカジャンと同じぐらいの年代のものなんじゃないかなと思ってます。ちなみに同じっていう意味で言ったら、リブも一緒なんですよね。配色とか、まあ質感とかそういうのも一緒なんで、まあ同じ時期に同じような工場で作ったんじゃないのかなと思ってるんですけどね。でさっきと同じように袋布に S のハンコが押してます。だからこっちが表であろうということが推察され、でさっきと同じように表に黒いパイピングで、背中はこんな感じ。これコリアって書いてるんですけど、一応スカジャンです。だから日本で作られたスーベニアジャケット。で地図があって、竜と虎の刺繍が入ってます。でまあよく言われる38度線ですよね。これがまあ年代判別の大きな、なんだ、印、何、証、なんて言うんですか、ポイント、大きなポイントになったりしますよね。このね、竜とかね、虎とかね、いい感じの刺繍が入ってるんですよ。まあ、この配色もいいですよね。なんか緑にすごい合ってる感じするんですよね。で、問題の裏面なんですけど、これですよ。もう赤のボディに黄色のこのまたこれ、ね、着るシーンを選ぶ配色でさ、この虎見てくださいよ、この虎。これ雑でしょ？もうビビるぐらい雑でしょ？ほんまこのなんか地の赤が見えてるっていうね。なんすかねこれ。ほんとすごい下手。
これ下手なんですよ。さっき見てもらったやつ比べてもらいたいんですけど、もうよっぽど下手なんですよ。ビビるぐらい下手で、これ背中ですよ。これ下手でしょ。ビビるぐらい下手でしょ。まあ、コリアって書いてね、これコリアもね、もうすっかすかなんですよ。で、これトラもさ、なんかさ、下手でしょ。もうすっかすかなんですよ、刺繍が。もうビビるぐらい。もうなんかもう、なんだろうな。試しに左手でやりましたみたいな、さ、トラなんですよ。ほんま。で、これがもう一つの理由。裏の刺繍のクオリティが低いっていうね。多分これ全部のスカジャンに当てはまらないとは思うんですよ。というのも、スカジャンって当時すごい売れてたらしくって、刺繍をしてくれる職人さんが足りなくって、でも職人って言えないような腕の人にもお願いして刺繍してもらってたっていう背景があるらしいんですよね。だからこれどうしようもない下手くそなやつはしょうがないから、表だけはいい刺繍っていうか、まあ見れるやつちょっと合わせとこうかみたいな感じにしてたんだと思うんですよね。だからね、これ前来てた人緑の方ばっか着てるんですよ。ポケット口とかね、ちょっとボロボロになっちゃってるんですけど、赤の方ね、ほとんど着てないんですよ。だからもう赤新品みたいな。全然色も合わせてないし。ほんまね。うん。はい、というわけで、ちょっとスカジャンのディテール見ていきました。これもう裂けちゃってるんで、まあ、裂けてるって言っても、生地にはダメージがなくって、糸がほどけてるだけなので、まあ、それはちょっと直したいなと思ってて、まあ、できればその直すところもね、動画にできたらいいなと思ってるんですけども。そんな感じです。今日もご視聴ありがとうございました。おぐり用品店おぐりけんじでした。ほいたら。甘くてダンスと